はい、短期決戦です。8月12日9時6分です。第1200回の、ロト6の予想をしたいと思います。ですね、まずね、このロト6過去6回から傾向を見ると、6回中3回1回ボーナス数字が1、6回中2回が28と40、6回中2回1回ボーナス数字が7、14、17、27、33、あ、33もかで、今後4回、ロト6過去2回とミニロトとロト7をの傾向を見ると、4回中4回が20、4回中2回が11と13、4回中2回1回ボーナス数字が17でね、抽出数字が、この今後4回から抽出された数字はこれね。で、連想展開、前回の数字を順番に並べて、こう下に下ろしていくっていう、1、21、30、41と下ろしていくとこうなって、結番が3、4、5、3、4、5が出てない、最近出てないんだ。あ、でもここに3あるな、ミニロトも3があるな、3もあるな、3で、前回と同じ数字を選ぶ、90、11、20、28、40、17、連続する数字を入れる、下一桁を同じにする、前々回と同じ数字を入れる、参考回がこれ、12、18、20、23、33、41、抽出した数字がこれ、あ、それこれ言ったね、さっきね。で、これから予想していくとこうなる、1、3、7、17、20、39、1、3、13、35、29、40、1、13、18、20、24、25、11、17、18、31、32、1、2、6、7、10、17、12、19、21、27、28、1、7、20、23、26、32、9、10、14、18、37、40、8、12、18、24、25、こんな感じに並ぶんだけど、今見た感じだと、あのね、3と7と、17と33と40、ここなんだろうな、28、こうかな、これいいかもしれないね、3、7、17、30入れるか、30出てないんだよな、あー、まあいいか、これだな、これ買おう、これ優秀かもしれない。もうちょっとね、偏ってるのがね、最近出てるからね、こう10、11、17、18、31、32とかさ、12、19、20、21、27、28、9、10、14、18、37、40、あのね、ここら辺作ってく、真ん中作ってくのに
1の位をなくしたり、あの逆に20の位、30の位をなくしたり、こうね、偏ってね、寄せてね、数字を作ってんのよ。この真ん中ら辺はね。で、この偏った数字から、こう、今度は、逆に、分散した、なんていうの、均等になってる数字を選んでいくっていうね。だから20、21がここら辺出てるからさ、これでね、サイコロ振るか。10面サイコロがいいね。10面サイコロになったんだ。あ、これだね。あった。10面サイコロ。これ振ろう。よし、いくよ。これだ。8。1、2、3、4、5、6、7、8。これね。これ買おう。サイコロ。サイコロ選択。でも今8が出たからな。8っていいな。8、9、18、28、30、4、20。どう？これぐらいかな。新しく買ったサイコロを始めます。サイコロで選ぶっていうね、サイコロ選択。これも買っとこう。17、20、23、26、30。いいんじゃない？よし、OK。1、28、40、7、14、17、27、37、20、11、13、17。このさ、出てない数字っていうのが逆に気になるよね。これが難しいんだけどね。ほら、出てる数字で決まるパターンとの方が圧倒的に多いんだよ。出てる数字のパターンで決まる回の方が圧倒的に多いんだけど、この出てない数字がポコって出てくるんだよね。ポコって、その数字がね、2個も3個も出るんじゃなくてさ、重要な回っていうか、なんていうのかな、難しい簡単な回の中にポコッと入ってんだよ。だからさ、6個当てなきゃいけないんだけど、その中で1個だけ混ざってんのよ、その欠番、出てなかった数字がさ。そうするとさ、ほら、これ前回は1等2口出てんだね。前々回も出てたよね、2口ね。このさ、1等を当てるときに難しいんだよね。ロト7がよくキャリーオーバーになってるのはさ、突拍子もない数字が入ってくるからなんだよね。まあね、まあ、難しいっていうのもある。組み合わせが6、ロト6よりロト7の方が1個数字が多いっていうのもあるけどさ、この1等を当てるときにね、なんかね、例えば今回のこの
こう前回の90、11、20、28、40なんてさ、11とか使ってなかったね。あ、11、まあ前回のはちょっと分かんないけど、これは90、11だからな。こうとんでもない数字が入ってくるんだよね。これもそんなでもないな。ちょっといい参考例がないけど、ここ36とか、ここの3回前の36とかさ、6とか、この6とか、この35とか、この12、結構入ってんな。この出てない数字がさ、ポコポコって入ってんだよね。珍しい数字なんだけどさ、12とか6とかさ、35とか、12とか35とか6とかあんまり使わない数字だからね、出てきた時は要注意っていうか注意できないよね、これね、結番はね。こう出てきたらしょうがないの外れなの、やっぱこの基本は出ている数字だけで、素直に選ぶ。前回の同じ数字90、11、20、28、40で選ぶ。28がない。28、40。まあいいんじゃない？こんな感じじゃない？まあね、うんちく言ってもね、うんちくで尺を稼いでるという。あ、よし、これでいいか。全部買いたいんだけどな。毎回全部買ったら破産するからね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。